今年ねやばいくらい、草刈りの仕事が多くて、まあ、建設会社さんの入札の応援とかに入って、でいろいろ畑がごてごてに回ってて、でここ草結構育ってます、津軽弁で拝ってるっていう状況なんだけれども、まあ、真ん中この辺りとかはないけれども、手前の方と奥の方草が生えてます。まあ雨結構降ったんで、このくらいで住んでるんだったらまだ大丈夫な方、まあ、むしろ草が生えないってことは土があまりできてないのかなって不安になってくるんだけどもさ、まあ、それはいいとして、土ができてなくても育つ豆を植えてます。大豆とか小豆とかそういうもの、豆科の植物をここ植えてます。で今日はこの草を除草しておこうと思います。機械を使ってね、手でやるなんてもうできないから、これここからだけじゃなくてもうずっとずっとずっと豆なんで、これを手で一個一個取っていくなんてとてもじゃないけどやってられない。しかも草刈りの仕事まだ終わってなくて、1ヶ月やってまた1週間2週間かかるかなっていうところがあるんで、さっとやって終わりにしたいと思います。で使う機械が、下の方にあるんだけれども、この一輪管理機っていうやつです。まあ要は手押しとか勝手に歩いてくれる、前輪で走ってくれて後ろで耕すみたいな、ちっちゃいトラクターみたいなものだと思ってもらえればいいんだけれども、これで畝と畝の間、株と株の間を耕して草を抜いてしまうと、抜ぐっていうのかな、軽く耕して、まあ、中耕っていうんだけども、中耕して除草するっていうことをやります。で、まあ、まずはこの機械のセッティングやっていきたいと思います。それで機械の調整なんだけれども、今回は浅く耕すっていうことで、浅く耕して草を根ごとこう取って上に土の上に置いてしまって、お日様に当てて枯らせてしまうっていう方法の除草、中耕除草をするんだけれども、っていうことは浅くていいわけさ、これを深くする必要はないのね。でそれを調整するのどこなのかっていう話なんだけれども、ちょっと移動すると、ちょっと待ってな、よいしょ、この後ろの、まあ、抵抗棒っていうのかな、これで調整するの、これを抵抗棒上げれば深く耕せるし、浅くするとね、これで深く土の中に入っていかないから、これの深さによってこの胴体部分、後ろのこの爪のところを浅くしたり浅く耕したり、深く耕したりっていうのを調整してやると。で今回は浅くていいから、浅くなるようにこれをこの抵抗棒を下げて、やります。まあ大体こんなもんでいいと思うんだけど、やりながら調整しながらっていうのが基本になるんで、やっていきます。まあ、この一輪管理機も9年目になるから、もう本当は引退させた方がいいのかなと思うんだけれども、使える限りね使ってるっていう感じですね。まあ、こういう感じでとりあえずやっていこうと思います。とりあえず作業を一段落させました。見た感じ変わったよね。まあ、株元の草は残してあるんだけれどもさ、それも後で説明するけれども、こうやって表面を耕すことによって発芽した草、まあ、大きくなった草でも抜けるよね、抜けてそこに置いとかれるよね。で今度はお日様が当たって風が吹いて乾いていく、そして草が枯れて土に帰っていって、で除草完了っていう形になります。だから、これを作業をやるときは明日雨が降る予報だったらやらないで、まあ、2、3日雨が降らないよ、晴れますよっていうときを狙ってやります。だから今日と明日と明後日は晴れ予報なんで、まあ、その前も3日4日は晴れ続いてたから結構土も乾いてきてて、でこれからまた晴れるからちょうどいいタイミングかなと思って作業しました。せっかく起こして土の上に草を置いといたけれども、そこで雨降ると生き残るやつも出てきちゃうから、効果がちょっと激減ってわけではないけども効果があまり出なかったりするから、
晴れる日を狙ってやります。 2,3 日は晴れる日を狙って、うん、で株元の草を残してるって言ったよね。でそれはね、なんでかって言えば結局株元、苗野菜の株の根っこを傷める可能性もあるから、そこまで無理して取らないっていうことが一つで、もう一つはここを俺がやり始めて有機自然農法に切り替えて2年目の畑っていうことは、まだ土ができていないっていうことは、草の力もやっぱり必要になってくるわけだよね。堆肥を持ってきて入れるっていうのはすごい大変だからやらないで、そこに草を生やしてその草をすき込んでみたいなやり方で 土作りをする人だから、株元には残しておこうという感じ、土作りのために残したっていう感じで、結局この除草もしなきゃいいんじゃないのという話にもなるんだけれども、そうすると中にはでかくなる草もあるわけさ。そうすると今豆を割ってるけれども、野菜豆類、今豆類だけどもに影を落としてしまう場合が出てくるわけ、草の。そうすると光合成の邪魔になるじゃん。そうすると豆が育たない、野菜がうまく育たないっていうことで、それは俺ちょっと困るからね、痩せつく育ててるのにそれが育たないってことは困っちゃうから、ここで除草をして、豆を先に大きくしてしまおうと。豆が大きくなったらその下に草があったって別に関係ないんだからっていう感じでやってます、ね、豆よりも大きくなってしまう前に俺が草の成長を邪魔してやってるわけで、そして豆が大きくなってしまえば、あとはもう草生えても何してもいいよっていう感じ。まあだから今話した光合成が阻害されて野菜の生育が悪くなるっていうのを、多分他の人たちは肥料を吸い取られて、しまうから草を取らなければいけないっていうふうになってるんだと俺は思うんだけれども、俺は別に肥料なんて入れて栽培してないから、ほとんどほぼほぼね、草とやっても菜種油かすとかそんなもんだから、ここは何も入ってないけども、それでも取れる。だから雑草草が、肥料を取ってるっていうことじゃなくて、草が大きくなりすぎて光合成を阻害してしまえばしまうから野菜の生育が悪くなるというような、あとは病気がね、繁茂して過湿な状態になって病気が出てしまって収穫量が落ちるっていう方が俺は大きいかなと思って、だからこういうふうに、まあある程度大きくなってきた時に中耕除草を一輪管理機でかけてやるっていう感じで、草を残してる理由、今またちょっと一つ思い出したけれども、さ、この草がないところ、まあ、ラチっていうか、ただの地肌が出てるところっていうのは、まあ、夏になれば直射日光が当たって暑くなるわけさ。40度とか、下手すりゃ南の方とかに行けば50度とか、標高高いところ行けばね、太陽近くなるから、そういうこともあると。40度とか行くと。暑もん、ほんと。畑でさ、こうやってさ、こう、こうやってさ、草取ってればすごい暑くて、死んでしまうぐらい暑いの。だけど草地になればね、例えばこの横ちょっと、映ってるかな、うん、この草生えてるじゃん、ね、こういうところってのは涼しいわけさ。だからこの草の中に入ってしまえば、結構涼しくて日照になるし、こっちの方を見るが、よいしょ、林もあって大きい草も生えてるんだけども、差し取りとか、まあ、板取りだったかね、生えてるんだけど、あの中に行けばとても涼しいわけさ、ね、っていうことも、その涼しくなる、暑くなりすぎない効果も狙って株元だけは残してると。この先の天気どうなるか分かんないから、もしかしたらすごく暑くなるかもしれないから、草をある程度残すことによって温度調整にもなると、ね、だけどもさっき言った光合成の邪魔にもなるやつだけはちょっと俺が成長の邪魔をしてやって、っていう感じバランスをとってその時の状況によって変えていく。去年なんかは35度が2ヶ月間青森じゃありえないけどね、続いて雨も降らねって時だったから、そういう時はもう涼しくするために草ぼうぼうにしたりとか、そういうこともするし、今年はそこのとこ涼しいし雨も十分降ってるから、ちょっと中耕除草しておこうかなっていう感じでやっています。まあこういう感じだよね。で今回一輪管理機を使ったんだけども、あれ 2,30 万すると。だけれども、まあ規模によっては買う必要ない人もいるわけじゃん。そういう時どうするかっていうと、クワとかあるじゃん。クワでこの間を耕してもらえれば同じ効果得られるんで、要は中を耕すってことで置けば、中耕しておいて土を砕いてガチャガチャガチャってクワでもいいし、三角砲でもいいし、半月砲でもいいし、そういうようなやつを使って耕しておけば草が浮いてくるわけさ。
土と一緒にね、土も構造が崩れるから乾きやすくなるから、それでも中高で上層にもなると、太陽に焼かれて、死滅していって草がなくなるっていうこともあるんで、小さい面積だったらクワでやってもいいし、結構な面積やってるんだったら機械買ってしまうっていうのも手です。まあそういう感じで、まあダラ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 じゃないけど、ズラズラズラと喋ったけれども、草っていうものを時と場合に応じて、こうやって中耕して除草するっていう必要もあるし、さっき喋った通りこういう風に裸の部分が多くなれば30度40度とか下手すりゃ50度とかなってしまう。そうすれば野菜だって暑くてさ、バテてしまうという時は草をあえて残す。だからそういう時は中耕除草じゃなくて刈払機で、株、地際で切って、抜くんじゃなくて買ってしまうっていうやり方をする時もある。まあそういうふうにその時々の天気とか状況において変えていくんだけれども、今年は比較的青森は涼しいんで、まだ30度いった日そんなないんで、で雨も比較的降ってるから中耕除草っていう手を使った。中耕除草やるんだったらクワでもいいし、まあそういう感じで草とも付き合いながら、ただただ草がなければいいってもんじゃなくて、草がなくなれば暑くなってしまってね、困ったことにもなるっていうことは覚えててほしいし、こういうそういう場合においては残しとくとか、そうじゃなければ涼しいなら耕して除草するっていうやり方もあるという形です。まあこんな感じで中古除草今年やりました。もしね、一輪管理機、あれ俺買ったのに一番安いやつで、ちっちゃいやつだから軽いんだけども、20万ぐらいするんで、まあ、2、30万は見といて、欲しい人は買えばいいし、10年間メンテして使ってれば、まあ10年使うんだったら1年で2万だと思えば、まあ買えなくはないかなとも思うし、面積に応じてね、自分で相談して使ってみてもらえればいいなと思います。俺はもうあいつはね、もうお年寄りだから、この中古除草ぐらいしか使わないと。建設会社の社長さん、ここで1台買ってくれたから、大きい仕事はそれに任せて、小さいこういう除草仕事は俺の買ったやつで賄ってっていう感じでやっています。まあこういう感じで草との付き合い方だよね。草を何も、草を一本全部適宜しないで、場合によって残しておくことがいい時もあるし、で残さないやり方でやることもできる。刈払機でやったりさすると時間かかるしね、これは早くやれて楽だから、この年天気もいいから、なんかあまり暑くないし雨も降ってくれるからっていう感じで、こういう風にやった。その時に応じてやり方は変えていくんだけども、まあ、その辺は経験っていうか、まあ、ギャンブル性もあるよね。これからものすごく暑くなるかもしれないし、まあ、それは仕方ないことであって、でもまあこういう感じでやったっていうこと。中耕除草ね。まあ皆さん、大きくない畑であればさっき言った通りクワでやってみてほしいなと思います。株と株の間、まあ、俺は最初から機械を入れること前提で幅を、植える幅を決めてあるから、なんもね、だからそういう時、途中の何の作業をやるかっていうのを決めておいて、クワが入るならクワ1個2個ぐらいにして、間にクワ1幅分だけやっていくっていうようなやり方、設計をしてざっと引く、畝を立てないで平で耕した後そのまんまで種をまいて、途中そういうふうな中耕をするっていうやり方もいろいろ考えられるし、スタートからゴールまでをイメージして、じゃあどういうふうにやっていこうかっていうことを考えると、作業がスムーズにいって結構楽に栽培できるようになるんで、まあそれも経験なんだけども、まあ、とりあえずそういうことで幅は最初から決めて、一輪管理機入るからこの幅だと、ね、いうふうにやって、今日こうやって中耕除草やりました。まあ、まだあるんだけど、まだ小豆今残り何億するんだろう、10億ぐらいするけれども、まあこういう感じでやってますっていうことで動画終わりにしたいと思います。まあ、中耕除草、ぜひこういうふうに、こういうふうな除草もあるんだよと、晴れ間が続くな、草、まあ、取っとこうかなってね、耕しておけば草もに悩まされることも少なくなると思うんで、やってみてほしいなと思います。